まずこちらは KKB の開局前、1975年頃のおはら祭りです。踊り連の王様なんですが、沿道の観客の皆さんもたくさんいるんですよね。そして子どもたちの姿もありますね。幅広い年代が笑顔で踊るこの光景は昔も今も変わりませんね。でもね、天文館の街並みは今とはだいぶ違うんです。ここ数年だけでも再開発で景色が変わりました。さらにこの数年の変化というと、新型コロナの影響です。こちら、去年のおはら祭り。新型コロナの感染拡大前は2万人を超える踊り手が参加していましたが、去年、おととしと規模を縮小での開催が続きました。でも、活気ある祭りの姿は変わっていません。この後 KKB が撮影してきたおはら祭りと天文館の懐かしい映像をたっぷりと振り返ります。南九州最大の祭り、おはら祭りは、鹿児島市の市制60周年を記念して1949年に始まりました。こちらは KKB が開局した翌年の1983年のおはら祭りです。当時は祭りに続いてステージでのイベントもありました。鹿児島市の平川動物公園にコアラがやってきた1984年のおはら祭りは、ウェルカムコアラと銘打って行われました。そしてこちらはおはら祭りの振り付け講習会です。桜島こっち来たら、はい、ほら、これじゃ困るんです。あ、よいと、パンパパパンパパンパパ、うまいうまい。もう少し体曲がった方が綺麗ですね。郷土舞踊研究家の永田晶子さんは、長年おはら祭りの振り付けを指導してきました。一方、1980年代前半の天文館の出来事は、1983年11月、山形屋のシースルーエレベーターが完成しました。これより1階まで直通で参ります。しばらくお待ちくださいませ。そして翌年の10月には、シンボルライオンのお目見えです。今の丸谷ガーデンズの場所に鹿児島三越がオープンしました。沿って良くなってほしいですね。消費者はそれが一番望みで、良い品がより安く。その後、山形屋の全館がグランドオープンしました。デパートもコアラ商戦で盛り上がりました。まさにこの渋谷のど真ん中で、一体どのような祭りが繰り広げられるのか、非常に楽しみです。1998年には、東京で渋谷鹿児島おはら祭りがスタート。思い出してますね。いいっすね、やっぱりね、鹿児島。そして18年前、2004年は、今年のおはら祭りの特徴は、なんといってもひときわ大きくなった鹿児島市ですよね。こちらの踊り連はすごいです。郡山、喜入、桜島、吉田、松本、それぞれ個性的な踊り連が一緒に5つの町参加しておはら節を踊っております。桜島の桜高樹会からです。そうですか、桜島も鹿児島市になりましたね。はい、おめでとうございます。九州新幹線の全線開業を翌年に控えた2010年は、巨大新幹線バルーンが登場。60回記念の2011年と2013年には、東京ディズニーリゾートのスペシャルパレードもあり、会場を沸かせました。2016年、喪章をつけて参加していたのは、鹿児島英明会の皆さんです。もう一生懸命教えてくださったのを、土台にしてね、一生懸命踊ります。先生頑張ってますよって言ってね、もう喜ばれますよ。そして2018年は、鈴木亮平さん、瑛太さんらを乗せたバスが今来ました。すごい歓声です。
ックで見てください。声がかっこよかった。時代の流れとともに天文館にも様々な変化がありました。25年間のご愛顧本当にありがとうございました。従業員の心より御礼申し上げます。ありがとうございました。2009年鹿児島三越が閉店、25年の歴史に幕を下ろしました。そして三越の閉店からおよそ1年後、開店を待ちわびる人の行列、もうこの道のずっと向こうまで続いています。丸屋ガーデンズがオープンしました。開店3分前です。高プラの閉店を名残惜しむかのように大勢の方々が詰めかけています。2018年前身の百貨店時代から含めると天文館で80年余り長く県民に親しまれた高プラが再開発のため閉店しました。2020年新型コロナの影響で多くのイベントが中止となる中、おはら祭りは感染対策を徹底し規模を縮小して開催されました。こういう状況でもたくさんのお客さんが見に来てくださっておはら祭りが開催されたことのまず感謝を伝えたいなというふうに思います。コロナ禍でも工夫を重ねて開催し町に賑わいをもたらしてきたおはら祭り。1849年に呉服店として創業し170年余り天文館の地で商売を続けてきた春田の会長春田茂さんも町のにぎわいにとって祭りは大事だと話します。一つの昔からの伝統もあるだろうし、そしてまたそこに親御さんお子さんが出たりそういうことで町が活気づく。印象に残っていることを聞いてみると、踊りの後にこういう宣伝かというのかね、商店がこういう飾り物をつけてこう通るというのが、ね、また一つの楽しみでした。おはら祭りが始まって73年、本当にいろんなことがあったんですね。こちらに一部抜粋した歴史を見ていこうと思います。台風で中止の年もあれば、祭りの名前がおはら祭りではなくてお井戸祭りだった年もあるんです。そうなんですね、知らなかったです。そして太陽国体が開催された1972年は国体前夜祭を兼ねておはら祭りが10月に行われました。鹿児島国体のある来年はどうなるんでしょうね。気になりますね。そして現在も開催を来週に控えて祭りの準備は進んでいます。どうぞ。この春オープンしたセンテラス天文館、おはら祭りの踊り連が見る景色がまた一つ変わります。そのセンテラス天文館の広場では祭りが行われる来月2日と3日に観光などの PR ブースが設けられるほか、伝統芸能の披露も予定されています。おはら祭りの本番を前に公民館で練習をしているのは鹿児島市原良西町内会の皆さんです。みんなで楽しく出ようかという感じで声かけして楽しく踊ろうねって言って踊ってます。鹿児島市原良地区はおはら節発祥の地とされています。おはら節の発祥の地としてこれからも子どもたちにも続けていってもらいたいなと思っております。当日はやっぱりコロナを吹っ飛ばすようなそういう気持ちで踊りたいと思っております。おとといはおはら祭りを PR する花電車の出発式がありました。2020年に引退した花2号に代わる新型花3号で花電車の運行は2年ぶりです。天文館一帯がにぎわうおはら祭りまで1週間です。